目を合わせることはありません、小川健一。WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級のタイトルマッチです。チャンピオン、ノイナイをキャンバスに沈めることはできるかどうか、歓声が上がりました。いよいよ決戦のゴングです。WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級タイトルマッチ。チャンピオンは24歳フィリピンのジョー・ノイナイ、2度目の防衛戦。そのノイナイからベルトを取れるでしょうか。チャレンジャーの小川健一、帝拳ジム31歳です。さて引き続きこの放送の解説は飯田聡さん、そして長谷川穂積さんです。いや飯田さん、強敵を迎えてのこのタイトルマッチということになりましたね。そうですね、もう早速ノイナイ、左伸ばして、小川の顎に当てていきますね。サウスポースタイルがチャンピオンのジョー・ノイナイ、オーソドックスが小川健一です。長谷川さん、はい、立ち上がりはどんなところを楽しみされますか。左のフック、やっぱりそのサウスポーなのでノイナイが、小川選手がどういう対策をしているのか、どういう戦い方をするのかっていうのを一ラウンド見たいですね。左のストレートを再三伸ばしてきますジョー・ノイナイです。小川もチャンピオンについてはストレートに近い右のジャブ、そしてカウンター気味の左、これには気をつけたい。左ボディ、そして左フックは空を切りました。カウンター気味の左ストレートは注意したいという話。左飛んできました、チャンピオンの左です。いやもう左の当てるタイミングも分かってますね、ノイナイ。ちょっと小川頭振りたいですね、はい、足の位置もしくは、とにかく上体は振る、はい、どちらか移動動きをつけたいですよね。頭の位置という話は試合前もしていました。ここはバッティングの注意です。ただ長谷川さん、非常にあのノイナイもスピードがありますね、はい、左のストレート。そうですね、左のスピード、そして足のフェイントもあるので、はい、小川選手としたら少しこう、まあ、戦いにくいというか、はい、1ラウンド目はまあもうちょっと様子見ながら戦ってもいいかなと僕は思います。長谷川さん、改めて足のフェイントというのはどういうことですか。まあ前足を外に出したり内に出したり、行こうとしたり行かなかったり、はい、ここも飛び込んでくる、ステップをちょっと遅らせたりしているので、タイミングが読みづらいですよね。あ、そうですか。飯田さんもそのあたりはどうですか。今のですね、リュック状態を右とか左にこう重心移動させて、はい、その右から右に重心乗せた時も左に乗せた時も、どっちからでもパンチ出せるんですよね、はい、そこはやはりちょっとこう、警戒して、いつでも飛んでくる、いつでもこの距離ですよね、まずしっかりと警戒してですね、はい、もうちょっと大川右目が腫れ出してますね。少し赤くなり出しています。左が当たってる証拠ですね。ここ左のボディストレート、どのいない選手パンチもあるんでしょうね、はい、結構向き振ってますからね、重いパンチがボディに刺さりましたジョー・ノイナイです。ただここは小川コールです。チャレンジャー世界を目指すためにはここでベルトを獲得しまして世界挑戦弾みをつけたいところ。左のジャブを伸ばしていきます。ここも足の位置では小川相手の右足の外側に足を取り、ただここは足を踏み合ったか。非常にチャンピオン重いパンチをついてきます。第1ラウンドが終了しています。さて改めまして解説は飯田聡さんと長谷川穂積さんです。いやチャンピオン非常に重いパンチを持ってますね飯田さん。そうですね、あと思いっきりもいいですね、まだそんなにこう強いパンチを、打ち込もうとはしてないんですけれども、やはりそのタイミングと、当てる感ですよね、やっぱすごくいいですね、はい、長谷川さんも改めてノイナイの強さどうでしょうか。まあ、足のスピード、そしてあの状態の柔らかさ、はい、で常にこうリラックスしているので、モーションが分かりにくいっていうのはあると思いますね。現在 WBC では16位、そして WBO では6位につけますチャンピオンのジョー・ノイナイです。ただこのノイナイに対して飯田さんどう対応していくか、はい、小川ですね。そうですね、今日、さっきのラウンドやはりまだちょっと動きがなく、見てたので、そこを先にノイナイの方にこう当てられていったんですけども、はい、もう少しちょっと動きですね、足の動きも手数も出していきたいですね、足の動き、そして頭の位置も注目していきましょう。この第2ラウンドです。改めてオーソドックスチャレンジャーが小川健一です。練習中もこのサウスポーの相手の右足のその外側を取るような左のステップ、何度
右当たりましたね。一気にこれはノーモーションで小川の右です、うん、小川選手のボディ攻撃も、いいと思いますよ。ノイネア選手上体柔らかくて上体動くんですけど、ボディはそんなに動かないんで、まあ、ボディから崩していってもいいかなと思います。ここも小川の右です。内割りを狙っていきました。辻岡さん、はい、そのチャレンジャーの小川サイドなんですが、あの長谷川さんの話にもありました、ボディが決まった時にやはり歓声が大きくなりますね、はい、それから先ほど再三放送席話上がっていました足の話、左足外取ろうという指示は出ています。そうですか。ここも今小川外を取っていきましたが、右から左のフック、先ほどはボディを当たりました。右のストレート、いいですね。これが岡田です。返せる、はい、コンビネーションで、攻めていくのはいいですよ小川、戦い方を変えてきています。この第2ラウンドです。辻岡さん、はい、一方チャンピオンノイナイ陣営ですけれどもですね、ラウンド間は非常にハッハッという声を出して気合を入れていました、はい、そしてパンチが当たるごとに、陣営からは大きな歓声出ています。右のジャブが伸びてきます。ストレートのような右のジャブと表しました。このチャンピオンのノイナイの右のジャブ、左伸ばしてくるところ、内側左フック、小川の左のフックです。少し退いたかチャンピオン。いや、パンチは強いんでしょうね、ノイナイのがやっぱりこう警戒してますよね、小川のパンチ力。飯田さん、この2人両者身長173センチ、右のフック、クリーンヒットとはなりませんでした。間合いという面ではどうなんでしょうか。いや、まあお互いやっぱ長い距離で当てられる選手同士ですから、はい、でまた、おお、ここも頭と頭がぶつかりました。あっと、これはノイナー、はい、左の眉のあたり切れました。流血が見られます。体も動いていますから結構な血の量でしょうか。一旦ドクターチェックが入るようです。ちょっと大きく切れてる様子でしたね、まだ、まあ、12回戦ですが、まだ第2ラウンドです。ただこの第2ラウンドですが、長谷川さん、非常に小川の動きは良くなっているように見えるんですが。そうですね、まあ、お互いパンチ出し違いところでもフェイントを掛け合って、いいテクニックの見せ合いをしているんですけど、はい、まあ、今からどうなるんだろうというところでちょっと頭ぶつかっちゃったから、まあ、少しもったいないなと思うんですけど、はい、この試合に影響なければいいなと思います。ここもスタンスを少し広げまして左手を伸ばしていきます。右のボディ、ナイスボディですね。アッパー気味のボディをついていきました小川。少しノイナイの手数も減ってきたのか。辻岡さん、はい、その傷の具合なんですけど、まだ傷は浅いということです。そうですか。まだ止血できる可能性はあるという判断でした。なるほど、確かに左目のウェッジは止まっているようにも見えます。そうですね。ここ前を置いていく小川健一です。まあ、とにかく今日の試合に向けてはスピード、自分の持ち味ある、わっとこれはお互い相打ちになりましたが、ノイナイ選手も右は左ストレートを狙ってましたね、はい、非常に恐ろしいタイミングでもありました。パンチの打ち合いになります。さあ、ここはまた小川コール、距離が縮まります。まあ、左から右への連動、左ジャブの使い方も意識していきたい、またスピードも意識していきたいという話をしています。右打ち下ろし、相手の右のフックを振ってきました。少し血を気にしているかチャンピオンのノイナイ。第2ラウンドが終了しています。改めてノイナイの傷は偶然のバッティングによるものだということです。ただ小川のこの左のフック、顎のあたりを振り抜いていきました。ちょっと浅かったですけど、もう少し芯で捉えてたらダウンするほどのパンチですよね、はい、そうでしたか。タイミングもバッチリでしたね。ただ長谷川さん、ノイナイもカウンターのそのタイミングは天性のものがありますが。そうですね、常にまあカウンターを狙いながら、打ってこなければ自分から攻撃するという戦い方をしているので、まあ、小川選手はやりにくいとは思うんですけど、はい、まあ、いい左フックが合いかけているので。左フック、はい、小川といいますとクラッシュライト、右のストレートが代名詞でありますが、左のフック、ここも右のボディ、これはいいですね長谷川さん。そうですね、あの右から返しの左フックも少しずつ合いかけているように僕は思うので、まあ、このまま打っていけばどっかでドンピシャで捉えるタイミングがあるかもしれないです。そうですか。左のジャブ、ポジショニングを変えながら左のジャブをついていきます小川。辻岡さん、はい、あのチャレンジャー小川サイドなんですけれども、その左から組み立ててフェイントも交えていこうという話でした、はい、それからストレートに加えて右のフックもいいぞという話です。右のフック、先ほどのアッパー気味のボディも非常にいい当たり方をしています小川。
また頭が当たりましたね。また少し傷を気にしたでしょうか、辻岡さん、はい、一方、チャンピオン陣営なんですけれども、先ほどラウンド間はやはり止血に追われてしまいましたね、ただそのノイナイなんですが、表情というのがですね全く変わりません、はい、ここも少し血を気にする仕草はありますが、ここ右のボディストレート、もう一度右のボディです。小川健一、いいですね、ボディを攻めながら、ここも左のフック、まあ、小川が一番こうやっちゃいけないのはやっぱこう右一発狙い、はい、強振していくっていうのだとノイナにはもう当たらないし、どんどんその後を取られると思いますから、今日の戦い方いいですね、どんどん左出して、足もこう今リズム出てきましたからね、はい、確かに飯田さんがおっしゃる通り、あの試合前小川は少し単調になってしまうことがあるので、それは注意したいという話をしていました、その辺りが今日は、ね、はい、右の一本、右のボディストレート、ナイス武器なんですけれども、それだけ狙いでいくとやっぱりこう、あと捉えますね、ノイナイには、通用しないですね、ボディが当たりまして、少しノイナイのガードも下がってきているでしょうか。左のジャブを伸ばしていく小川健一、左フック、相手が伸ばしてきました。ここもガードが少し下がっているでしょうか、ノイナイです。さあ第3ラウンドも1分を切りました。左フック、そして右のフック、左右のフックを振っていきました。ボディが当たるんで、ちょっとこうリズムを取りやすくなってきてますよね、小川選手は。なるほど、ここもじりじりっとプレッシャーをかけていきます、小川健一。ここも少し相打ちとなりまして、またあっと今度は小川の右の目の上のあたりで、結構な血ですね。ここもドクターチェックが入ります。お互いカウンターを狙っているからでしょうか。12回戦ですから、これ試合の前半が止まりますと負傷、偶然のバッティングによるものだということです。深いかもしれないですね。そうですか、ここで一旦またレフェリーを受けまして、試合が再開されました。飯田さん、傷はどうでしょうかね。ちょっと止まってない流れ続けてますよね、あとここで一気に、ね、はい、小川が試合を決めてしまうと、まあ、血が目に入ると見えにくいんでね、お互い短期決戦になると思います。なるほど、明らかに両者のスピードが変わりました。そして後楽園ホールボクシングの聖地からは再び小川コールです。いつ止められてもしょうがないんで、言ってますよね、ショートレンジの、はい、短期決戦ですよね、もう集中して、このまま試合が止まりますと負傷引き分けということになりますが、血の具合はどうでしょうか。第3ラウンドが終了しています。また今日後楽園ホールには WBO 総会で来日中のフランシスコ・バルカルセル WBO 会長も来ているということです。戦況を見つめています。ただ気になるのが、飯田さん、小川のこのバッティングによるこの傷なんですよね。そうですね、ちょっともう流れ続けてますよね、はい、辻岡さん、あのその小川の傷なんですがかなり深いと、で試合にも影響があるかもしれないから次のラウンドはちょっと注意深く見ておかないといけないなというドクターの、指示でした。ここも止血作業に追われています。長谷川さん、こうなりますとボクサーとしてはもう早く決めてしまおうと。そうですね、でもただ血がね目に入る場所なんで、目に入れば逆にやりにくいですから、早く決めたいけど戦いにくいってい う, こうジレンマが起きますよね。なるほど、一方飯田さんもこの小川の立場ですとどう戦いますか。まあやはりそうですね、いつ止められてもということでありますけども、ノイナイの方は行きますよね。なるほど、行くと思いますよね、辻岡さん、はい、確かにそのチャンピオン陣営もそのイケイケというジェスターというのが非常に多くなりました、ここまで日本人に2連勝中のチャンピオンの赤いグローブ、ジョー・ノイナイです。24歳、今日勝ってこのままこのベルトを、左のストレート、ショートレンジ、清水恩を沈めてきた左のショートレンジのストレートです、ジョー・ノイナイ。まあ、ちょっとやっぱ、ね、血が、ね、目にも入るんで、それも少なからず僕は影響あると思いますよ、はい、ノイナイが行くと思ったら、今の待ってたんですね、カウンターですね、また何かジャブも変則的に動かしていきます、ジョー・ノイナイです。左のストレート、プロのリングでダウンは一度もないというタフさも持ち合わせているノイナイです。
これまでプロ21戦戦って18勝、 そのうち7つがノックアウト勝利という女王ノイナイです。ここも右のジャブ、ただこのノイナイから小川主導権を握っていけるかどうか。バックステップを踏みまして右ノーモーションの右のストレート、ナイスタイミングですね。明らかになっていました、右のストレートです。小川ここも自分の左足を相手の右足の外側に置きまして距離を詰めていきます。小川相手の打ち終わりで踏み込んでいきたい、何度もサウスポー対策経験ジムで練習を積んできました小川健一です。また気になる傷ではありますが、この状況では少しまた止まっているように見えますが、右のボディアッパーです。さあ試合は第4ラウンド WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級のタイトルマッチ12ラウンドで争われます。先ほどはノーモーションの右がありました小川、ここも一旦腕をダランと下ろしまして左を伸ばしていく、左が当たれば右が当たる、右のボディストレート、あのボディストレートいいですよね。ダメージもこれノイナイ蓄積されていますかね。そうですね、あと下に気が行くので、今度上のパンチが当たりやすくなりますから、なるほど、どん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 出していってもいいと思います。となりますと、あ、左、左フック、先ほど長谷川さんがおっしゃった左のフックです。ノイナイもほとんどのパンチお辞儀する感じで頭を下げますからね、そこにアッパーとあと右ストレートですね、小川合わせていってますよね。その状態の動きに合わせているということなんですね。でもしお辞儀をしないんだったらボディストレート、で、まあ、頭下げるんだったらそこにしっかりと右合わせていきますね。ここも少し頭と頭ぶつかったでしょうか。本当は今度は脳内に出血が見られますが、また小川にもこの少しバッティングが今日の試合の何かポイントになってしまうかもしれません。辻岡さん、あのチャレンジャー小川サイドですが、まあ、そのこの後の負傷を引き、負傷判定というところも見据えてポイント取っていこうという指示出てます。なるほど、負傷引き分け負傷判定まで行くには試合の後半のラウンドに入らなければなりません。さあ試合が再開されますが、第4ラウンドは残りわずか、第4ラウンドが終了しています。さて再三このバッティングがあります。両者止血作業に追われているという今日の試合です。まあ、ノイナイジュネとしてはね、ちょっとバッティング深いからもうこれでもやらすのかみたいなジェスチャーはあったんじゃないですかね。なるほど、ゆっくりと立ち上がります。そういうところでね、集中力が切れたりするもんなので、なるほど、そこの隙をついていけるか。ショートレンジで左を合わせていきますノイナイ。辻岡さん、その傷ですが、先ほどラウンド間にも放送がありましたが、傷は違う場所ということですね。ただ深さは浅いということで試合の続行には問題がないということです。ただ先ほど傷ができて初めてこのノイナイの表情が崩れまして非常に苦しそうな表情でした。そうですか、やはり少し隙が生じているか、そこをついていけるかという小川健一です。チャレンジャー、まあ、そうですね、嫌そうな顔しましたからね、さっきのラウンド。そうですよね、だから傷というのはもちろん試合の目に入ったりして邪魔にもなりますけど、それで集中力がそっちに行ってしまうと、もらわなかったパンチをもらってしまったりするんで、まあ、そういうところでお互い精神力も大事になってくると思います。なるほど、当然集中しようと思っていますが何か切れる、そんな瞬間があるんでしょうか。さあ第5ラウンドに入っています。そういう意味では大川選手は集中してますよね、目が切れても変わらずいい集中力で戦っていると思います。右のストレートはノイナイも見切っています。辻岡さん、チャレンジャーの小川サイドですけれども、まあ、変化を入れてフェイントを使っていこうという指示続いてますね。はい、少し井田さん変化というお話もありますが、まあそうですよね、まあ、お互いがもう相手の、手の内を分かって
来たところですからね、やはりなんか今、フェイントがヘルク右のストレート、タイミングをずらすのはもう必要になってきますよね、はい、今こう見合う時間増えてますよね、ここもバックステップで避けまして左のジャブを伸ばしていきます。また今日の試合では相手にダメージを与えたところ効かせられたと思ったらその詰め方もしっかりと、まあ、最後料理していきたい、しっかりとやっていきたいという話もしていました小川健一です。ノイナイ選手集中力がさっきよりは少し切れてるように見えますよね、やっぱし。そうですか、うん、動きからも分かりますか、なんかこう動きというのか集中力が悪いというのか、ただし小川としてみれば大きなチャンスとなります。もう5ラウンドに入っていますからね、もしこれで試合止まれば負傷の判定、負傷判定ということになりますね。ここまでのラウンドでの負傷判定、あ、ここで試合を止めました。バッティングが再三ありまして、ただ先ほど帝拳ジム陣営からは負傷判定も見越してポイントを取っていこうと、その考えもリポートでありました。ポイントは取ってるなというそんな声も聞こえてきました、さあ小川健一は後楽園ホールのファンに今四方にお辞儀をしまして、少しグローブを合わせてすみませんでしたと。ただいま第5ラウンドの途中ですが、多少不完全燃焼の部分もあるかもしれません。赤コーナーチャンピオン上ノイナイ選手の4ラウンドに負傷した左目の上の負傷がこれ以上の続行は危険であると判断し、レフェリー染谷道明、ここで試合をストップしております。試合の後半5ラウンドに入っておりますので、5ラウンドを含むストップされた5ラウンドを含む負傷判定で勝敗を決定いたします。偶然のバッティングによる負傷ストップですので、ストップした5ラウンドを含む負傷判定採点で勝敗を決定いたします。採点の集計をお待ちください。どっしりと座りましたチャンピオンのノイナイ、チャレンジャーの小川は立ち上がったままです。ここまでのラウンドの採点ということになります。 WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級のタイトルマッチ、お互い念のためルールの説明を仕方がないただきます。日本人2連勝中のチャンピオンノイナイ、4ラウンドを終了している場合で試合の後半に入ったとみなされるルールがございますので、試合の前半は4ラウンド5ラウンドに入っておりますので、試合の後半に入っているとみなされますので負傷判定が成立いたします。負傷判定採点の結果をお知らせいたします。ジャッジダンレックスタプタさん48対47、 48-47 2ノイナイ。ジャッジ飯田哲也49対46、 49-46 2小川。ジャッジ杉山敏夫48対48、 48-48 even。 以上三者三様によりこの試合はドロー、引き分けでございます。